奥会津の雄大な自然の中を颯爽と走る只見線。11年前の豪雨被害で通行できなくなったのは、金山町などを通る 27.6 キロ。その区間の線路のそばで奥紀子さんは野菜や果物などを育てています。ここを来るとき、乗るの乗らないの乗るのかよって言ってくれるの。今乗りますって言うとちゃんと待っててくれる。半世紀以上只見線を利用してきた奥さん、家族や仲間たちと乗ったお座敷列車は今も色褪せない思い出です。車窓から四季折々の自然を楽しむこともできました。大雪が降っても只見線のおかげで夫の両親の介護に通うことができました。いつも電車に通っていました。でじいちゃんばあちゃんがもう具合悪くなって病院が用意したりなんかそれで一緒に連れて行ったりここへ来て見てたから。人生のさまざまな場面に只見線がありました。奥さんの最寄りの駅に明日11年ぶりに列車が戻ってきます。三崎っていうキャベツ、これもキャベツなの？キャベツすごく美味しいから食べてみる。普通にキャベツ、ね、そう奥さんは全線再開通に合わせコロナ禍で自粛していた野菜の直売所を週末限定で再開させました。大塩おばちゃん会です。たまちゃんです。はい、さよちゃん。はい、きーちゃんです。お年寄りのピーマンは6個で100円。地元の朝どれ野菜がとってもお得な価格です。乗客を新鮮な野菜と明るい笑顔で迎えます。1926年に開業した只見線。季節が巡り、時代が巡り、人々の暮らしも変わっていきました。その移り変わりを鉄道員としてずっと見つめてきた人がいます。ずや毎日見てる。何両力か変身変わってからね、別の別の中から見てから普通区間の会津川口駅の隣、本名駅の近くに住む栗田実さん。国鉄時代からおよそ30年鉄道員として働いてきました。鉄道員としてほぼ全ての時間を過ごしたのが会津川口駅で、一番長かった30年ぐらいね、わかんないが毎日たくさんの乗客を乗せた只見線の姿を見ることが栗田さんの誇りでした。雪の日は駅に泊まり込みで働き、朝の5時台の始発に間に合うよう手作業で除雪しました。列車の運行を守ることが鉄道員の使命でした。昔は道路なんて調節できねえから頑張ってもらったわい。本当やめたいなと思ったことは一回もね。生活暮らしを支えてきた鉄道、人生のさまざまな場面もそっと支えてくれました。そして駅では多くの人たちとの出会いがありました。出張だってみんな列車使っていたから、もう顔なじみになるわい。もう、列車でもって医者さんが来てるだけだから、それ顔を覚えていっと嬉しがいやんのやっぱな。朝8時何ぼの列車と帰りの5時何ぼの列車は家帰りな満杯だったな。全部だな、やりがいだって言うとれて、その仕事を
全うしたかったのな、やり遂げねえと、うん、現在86歳のミノルさん、今年4月に車の免許を返納しました。これからも只見線が存続していくことを願っています。ようやくまあ本当運転になったなと思うな。いやいや、そういう感じがするよな、うん、鉄道と取り行くことなくやんないとダメだと思うな。只見線はこれからも人々の思いを乗せて走り続けます。